私の名前は水木。医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋。そして保護猫カフェからやってきた猫のににゃまると暮らしている第二子妊娠中の平凡な兼業主婦だよ。皆さんは夫婦喧嘩ってしたりするかな？近所に住んでいる静子さんというママさんはよく夫婦喧嘩をしているんだけど、その度に家出してるんだよね。あたし、家にはもう帰らないから、あんたと離婚する。え？静子さん、送る相手間違ってるよ。え？やだ、水木さんじゃん。ごめんごめん。うちの夫の名前、吉次だからさ、水木さんと間違えちゃった。それはいいんだけど、静子さん、また家出してるの？もう、またって何よ、またって。いや、先週も家出してなかった？しかも、毎回離婚届置いていってるんだよね。いつか提出されちゃうんじゃないの？何言ってるの？うちの夫はね、私にベタ惚れなの。それに、前にも言ったと思うけど、私たちって政略結婚？みたいな感じだったんだよね。親の会社同士が付き合いがあるからさ、あいつは離婚したくてもできないの。だからといって、脅すようなこと何度もしてるとさ、旦那さんだって何か行動に出るかもしれないよ。はぁ？うるさいな。何？水木さん、うちの夫に興味あるの？はぁ？うちの夫、地味でつまらない男だけどさ、一応副社長だし、いずれは社長だし、金はあるからね。でもあげないよ、というかあげられないって感じ？勘違いしないでくれる？私、結婚してるんだけど。でも、水木さんの夫って、医療ソーシャルワーカーでしょ？うちの夫は副社長。ほら、うちの夫の方が勝ちじゃん？勝ち負けとかどうでもいいよ。ごめんね。いつも勝ち組人生で。金持ちの家に生まれて、金持ちの男と結婚して。こうして夫と喧嘩しても、お金に余裕があるからね。いいホテルでリゾート楽しんできまーす。はいはい。静子さんのところは、親同士につながりがあるらしく、絶対に離婚はできないって確信があるんだろうね。だから好き勝手やっているみたい。まあ私には関係のない話ではあるんだけどさ、静子さんの娘さんは本当にかわいそうだよ。この子はうちの娘とすごく仲がいいんだ。千秋ちゃんにはちゃんとしたママがいて羨ましいなって言われたことがあるんだけど、小学生の子がそんなことを言うなんて悲しいよね。いい子だからこそ気になっていたんだけど、ついに静子さんにも年貢の納め時がやってきたよ。翌日、静子と夫、吉次の LINE。静子、今どこにいるんだ？ああ、あんたなの？今ね、リゾートホテルに泊まってるんだ。家出するときに離婚届を置いてきたけど、見た？でも政略結婚だし離婚できないね。あんたは一生私の世話係よ。みんなで生活するから問題ないよ。え？みんなで生活って、何の話？俺と静子と、娘と、それから俺の両親と。はあ？あたし、同居なんて絶対にしないからね。大丈夫だよ。静子のご両親もいるから。え？うちの両親？何言ってるの？いや、今までは別にどうでもよかったんだよ。静子がいない方が家も静かだし、娘も喜んでるし。はあ？でもさ、今回の家出はちょっと違ったというか、俺が静子の離婚届を確認する前に、娘が両親たちを家にあげちゃったんだよ。はぁ？なんで？いつも娘が習い事でいない時間に出るようにしてるのに、あんた何してんのよ！いや、俺何回も言ったよな。家出をしたければ勝手に出ればいい。離婚届を置いていきたいなら勝手にすればいい。でも、娘の目に入るようなところには置くな。何度もそう言っただろ。俺の帰りが遅くなる時もあるんだし。あんたが悪い！習い事に行こうとした時に両親たちに会ったんだってさ。で、娘が妙に汗をかいてたから熱中症かもしれない。今日は習い事を休んで家でゆっくりしよう。じいじとばあば合わせて4人もいるから大丈夫だよ。そう言って、家に連れてきてくれたらしいんだ。何それ？そうしたら、ダイニングテーブルの上に離婚届があるわけだろ？それと、いつもの被害者意識満載の謎な手紙。あれ見て、両家両親が激怒しちゃったんだよ。だって、あんたが悪いんじゃない！俺の何が悪いんだ？顔！そんなのお互い様だろ。なんですって！とりあえず離婚をするのはお互いベストじゃない。仕事関係でいろいろあるしな。離婚するにしてもある程度時間はかかると思う。それまでは同居だな。同居ってまさかだけど、両方の両親とってこと？そういうこと。俺の実家でみんなで暮らすことになる。正気なの？というか静子のご両親はノリノリだよ。俺たち両親の仲はすごくいいもんな。そんなの嫌よー。なんかよくわからないんだけど、静子さん同居することになったんだって。でもその同居の相手っていうのが義両親だけではなく、静子さんのご両親も一緒なんだってさ。静子さんのところ仕事関係で両家のつながりがあるんだけど、それだけじゃなくてかなり仲がいいみたい。静子さんの家出癖、離婚届癖を知ってみんなで解決しようと盛り上がってるらしいよ。1週間後。こんな生活できるわけないでしょ。あれ、静子さん今旦那さんの実家なんだっけ？同居はどう？無理、絶対に無理。できるわけないじゃん。てかなんでうちの両親はあいつらの味方なの？うちのお母さんももう一度しっかり教育するとか言ってさ、朝から晩まで料理とか家事とかの勉強をさせられてるの。義母まで一緒になってさ、2人で同じこと言うんだから。へえ、なんでそんなに興味なさそうなの？いや、そんなの興味あるわけないでしょ。私が知りたいのはお子さんのことだよ。うちの娘のこと？そう、娘さんのこと。あの子は大喜びしてるけど、もともとどっちかの実家に頻繁に行ってたし、大好きなじいじとばあばがみんな行って毎日すごく楽しいだってさ。そうならよかった。本当によかった。お子さんのことだけが心配だったからね。落ち着いたらまたうちに遊びに来てほしいね。私も娘もねにゃまるもみんなで待ってるよ。私もそっちに帰りたいの。水木さんのところも一戸建てなんだしさ、余ってる部屋くらいあるでしょ。止めてよ。嫌だよ。なんで？また離婚届でも置いて家出してくるつもり？はっきり言うけどさ、そういう汚いことをする人嫌いなんだよね。はぁ？しかも静子さん自分が裕福だからって見下してきてマウント取ったりもするでしょ。そんな人と友達になろうとは思えないよね。だって離婚届を出せば夫が困るじゃん。困らせて楽しいなんて幼稚だよ。うるさい。はいはい、うるさいから黙っていなくなりますねっと。待ってよ。実母と義母2人から責められ続けるんだよ。そんなの耐えられないから。水木さんだって耐えられないでしょ。いや、そもそも私は離婚届を使って自分の立場を良くしようなんて姑息なこと絶対にしないからね。何よ。ああ、そうですか。優等生でよかったですね。あの後、静子さんの旦那さんから連絡があったよ。みんなでいろいろ話し合って、ひとまず静子さんを再教育することになったんだって。それでもダメなら離婚になるかもしれないけど、まあそんな簡単に離婚できるわけでもないもんね。何より、お子さんは両方のおじいちゃんおばあちゃんのことがとにかく大好き。今の生活がよっぽど楽しいらしく、すごく幸せそうなんだって。そんなお子さんとは正反対に、静子さんの方はというと。あなた、早く帰ってきてよ。いや、何言ってんだ。今日は出張だって言っただろ。男3人で出張して、今日は温泉に入ってくるからな。みんなにお土産たくさん買ってくるから。そんなのいいから早く帰ってきて。いや、今までは俺のことを邪魔にしてたくせに、最近そればっかりだな。だって長年社長夫人をしてた2人が家にいるのよ。大ベテランの専業主婦が2人、朝から晩までネチネチと。静子だっていずれはそうなるからな。俺だって2人の父親からいろいろ学んでるんだ。私離婚する。離婚してどうするんだ？離婚して他の人を見つけて再婚する。そんな簡単に見つかるとでも？見つけるわよ。生活費はどうするんだ？分かってると思うけど、財産分与があっても静子は金銭の管理ができないんだから、すぐに使い切って終わりだよ。娘を連れて行くから、そうすれば養育費が出るでしょ。娘は大好きなおじいちゃんとおばあちゃんがいる生活がもう幸せでたまらないって感じだからな。お母さんとの2人暮らしは嫌だってさ。私は母親なのよ。そんなの関係ないよ。娘だってもう小学生なんだよ。静子が家出ばかり繰り返すのはおかしいってちゃんと分かってるんだよ。だから、娘は俺にばかり懐いただろ。あんただって仕事が忙しいじゃない。そりゃ、仕事は忙しいけどな。それでもできる限り、習い事の送迎をしてるし、一緒に宿題をしたり、なるべくやってきた。静子もいい加減に、覚悟を決めるんだ。覚悟?俺たちはそういう家庭で生まれ育った。確かに結婚したのはお見合いがきっかけだった。それでも一度は恋愛関係になって結婚を決めたんだ。俺が社長になれば、静子は社長夫人になる。遊び歩いてはいられないんだよ。だから、二人の母親からしっかり学んで、準備をするんだ。俺も、二人の父親から学ぶから。いや、そんなしんどい毎日は嫌!覚悟を決めるんだ!そんなの嫌よ!その後、わがまま放題だった静子さんだけど、ついに社長夫人への道を歩み始めたのかな。朝から晩までマナーや家事料理を叩き込まれているらしく、睡眠時間もかなり短いんだってさ。離婚の話も出たんだけど、結局静子さん自身が拒否。離婚したら誰からも援助が受けられないし、もう覚悟するしかないって話だったんだけど、まあ、覚悟はまだまだできていないみたいだね。それにしても、双方の両親が非常に仲がいいっていうのも、嫁の立場からすると、ちょっと大変かもしれないな。まあ、不仲よりはいいけどね。さて、今日は静子さんの娘さんがうちに遊びに来るから、綺麗に掃除して待ってよね。にゃにゃまるも娘さんが大好きだから、今日はいっぱい甘えるんだろうな。よかったね、にゃにゃまる。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。